オープンラボ横浜。コミュニケーションのスペースっていうのはいろんな企業であると思うんですけど、我々こだわったのがやっぱり研究所なので、やっぱり技術がスタートだと思ってまして、我々のその持っている強い技術、5つの技術をまずは確認して、そこをあのお客様と一緒にこう課題を解決する場にしたいっていう思いがすごくありました。いろんな検証とか議論をすごいたくさんさせていただいたんですね。本当に競争の塊というかの空間ができたかなっていうのはあります。 Hitachi is promoting the initiative Collaborative Creation with Customers, which shares future social issues with customers and creates solutions together. Hitachi Open Lab Yokohama was established in Yokohama Research Laboratory as a space for performing prototyping and value verification, which is a process of collaborative creation to achieve open innovation together with our customers and partners. 意識することなく、まあ、お客様とこうコミュニケーションできたりですとか、他のテーマとあの会話ができたりですとか、そういう環境を作りたいなと。5つのコア技術を核とした5つのラボっていうのを、まずは作りました。その、まあ、ラボ間のコミュニケーションを活性化するためにコラボレーションエリアというのを作りまして、自然にあのラボ同士の会話ができると。さらに深い議論をするために奥に、プロジェクトエリアというのを作りまして、そこで集まって具体化するということができるような設計になっています。 The specialized laboratories are customized in five categories.Open Automation Lab creates the process of manufacturing in the future in collaboration with customers in the industrial field. System Modernizing Lab creates the specifications for next generation systems in collaboration with customers who wish to renew their existing IT systems. Transportation Analytics Lab creates a future image of the next generation traffic systems in collaboration with customers in the traffic field.Data Analytics Platform Lab creates solutions to technical issues regarding data utilization in collaboration with customers who have those problems. Security Operation Lab creates IoT systems against cyber attacks in collaboration with customers who take security measures.最初にカフェを作ろうっていうのはちょっと計画としてはあったんですけども、創業小屋をこうモチーフにした形状を作って、ここをなんかホームみたいなデザインにするのはどうかっていうお話があって、 IoT 時代の創業小屋っていう位置づけと、みんなこの創業の精神を思い出す、まあ、ホームに帰るっていうような思いをこのデザインには込めてます。お茶を入れてるところで何か会話が生まれるような場所を作ろうということで、このあえてちょっと自分たちでドリップして入れるような、ちょっと一緒の時間を共有するみたいなのをこのカフェでできるように作りました。 プロジェクト空間はですね、まあ、このコラボレーションのエリアとやっぱりこう一線を引きたいと言いますか、少しあえて段差をつけることで気持ちも切り替えられるし、我々が特別なそのプロジェクトをやってるんだってい こう意識を高めて発散も転換できるというようなところを狙っています。逆にこう下に降りていくっていうのと、土足が禁止でこう絨毯が引いてあるということで、イメージとしてはまあ掘りごたつみたいなところでざっくばらんにですね、リラックスした環境で新しい発想を生み出すというようなことを狙った空間になっています。ボードももうひたすら書く貼るっていうことを研究者の方がされたいということで、ボードだけじゃなくて壁も全部描けるようになっているので、もう描くスペースをもうふんだんに使ってます。
窓がないお部屋なので、それでもその快適に過ごせるようにということで、こう自然を感じるようなこの木の素材だったりとか、人がこう触って気持ちいいとか、と過ごしていて気持ちいいっていうような、そういう感覚の部分を大事にした作りにしてます。日立オープンラボ横浜を活用しまして、我々の強い技術を武器にしまして、お客様の持っている課題を一緒に解決していきたいというふうに考えています。またその解決した課題をですね、IoT プラットフォームルマーダに蓄積しまして、他のお客様にも横展開していきたい、そういうふうに考えています。